こんにちは方程式チューバーです今お見せしている問題数学1の2時間数の問題ですこの後問題をお読みしますその後から2分以内に回答をされてくださいなお回答が終わられましたら動画を早送りされて答え合わせですまた残念ながら回答がわからなかったり途中で間違えてしまっている方がいらっしゃれば、えー、この動画の解説必要であればご覧ください 問題です。問題は実数 xy は xy=0y=0 大なりイコーであり x+2y=6 プラスイコールを満たすこの時 y の値の取りうる範囲を求めようまた x+2y 二乗プラス y の二乗の最大値を求めようちょうど1年前に東海大学で出題された問題ですそれでは2分以内です回答されてください頑張りましょう では解説です。問題の条件が x 大なりイコールゼロ、y 大なりイコールゼロと書いてありました。また x プラス 2y イコール6という条件がありました。この場合、x イコールにしてあげると6マイナス 2y です。もともと x は大なりイコールゼロということでしたから、当然 この x が大なりイコールゼロであれば、イコールになっている右辺の6。6マイナス二 y も大なりイコールゼロになるはずです。しかも、なおかつ y も大なりイコールゼロですから。この二つの式を満たすもの、それが y の範囲ですね。y の範囲は、ゼロ、小なりイコール、y 小なりイコール三となります。次に、最大値です。x 二乗プラス2 y の二乗の最大値。これは、今しがった x イコール6マイナス二 y としたばかりですから。この x 二乗プラス2 y の二乗の x に代入してあげましょう。 すると y だけの式が登場しますここで括弧の2乗を展開してあげて36-24はプラス 4y2 乗プラス 2y2 乗です式を整理してあげると 6y の2乗 -24y プラスの36ですから平方完成です平方完成は y の2乗の前の数字6で -24y までよくくりますすると y の前の係数が -4 になりますから無理やり半分にしてその答えを2乗です そのために4が出てきます。4を足して4を引く足したところまでが括弧の2乗です。y の2乗だから y マイナスだからマイナス。この緑の4は2かける2ですから2です。それの閉じ括弧の2乗です。また、後ろのこのマイナス4は6と -4。かけると -2。4ですから、マイナス24と36の計算で12になります。つまり今 x2 乗プラス +2y の2乗というのは6。かっこ。 y-2 のの乗プラスの12になったわけですねここで気をつけなければいけないのは縦軸に x2+2y の2乗を取ってあげましょうそして横軸が y ですよろしいでしょうかすると横が y が2の時に頂点12が x2 乗乗プラス y の2乗の数字になります。つまり頂点が2と12そして下に1つのグラフですから二次関数を書いてあげましょうさて y の範囲は0以上3以下でしたから0以上3以下のところに印をつけてあげれば最大値はこちらの縦軸との切片36になりますよねつまり y が0の時に36ですちなみに y が0の時というのはもともと x プラス 2y=6 でしたからこの y が0になるということは x が6になります。ということでこちらのグラフから最大値は y が0の時に36になることが分かりましたけれどもいよいよ最後の答えです。最後の答えはまず y の範囲 y の範囲は0小ななココール y 小なりコール、ル y 3。そして最大値36は x がが6で y 0の時必ず x が6の時で y が 0x も忘れずに書くようにしましょうよろしいでしょうかいかがだったでしょうかお疲れ様でしたこれで解説を終了いたします受験頑張られてください